わら一束でスナップエンドウを徹底保護やっていきます。1月後半から2月に入ると冬の寒さもね本格化します。単純な防寒だけでは防ぎきれなくなるかもしれませんよ。それで藁を一束準備しましょう。寒さが厳しい時は行灯や防虫ネットだけでは厳しいかもしれません。このように株元を藁で挟んであげる。これでね、冬越しを強化させましょう。特にね、このようにちっちゃいものについては有効です。やってみてください。藁を活用して、うまく冬越ししてみてください。またねー。